フィッシングスーパースターです。今日はね、これ解禁間近の通天閣にやってます。今日僕に与えられたお題はじゃじゃん、通天閣クオリティ。通天閣らしいね、ビッグサイズ、太い、でっかいニジマス、もしくはね、伊藤なんかをね、釣ってやりたいと思います。まあ、こっち持ち上げれるようにね、絵の釣りますね。ほな、行ってきます。なんか公園のデートみたいな感じですけど、あれですよ、そんな関係ちゃいますからね5月なんかね、ヤマツツジがいっぱい咲いて、桜も咲くし、ここ秋秋で紅葉すごい、これからめちゃめちゃ綺麗なとこ、こんな環境を、おっさん二人で今ボート乗ってますけど、ちゃんと魚釣りに今向かってますちゃんと通天閣はね、ボートでも桟橋でもね、釣りができる、すごいおもろい多様な釣りができるとこやからね、ボートフィッシングを今からやろうと思います。はい、接近完了。お、フォロー吹いた。フランク行きまーす。ディープクランクなんで、レンジがね、浅そうだから、すごくゆっくり吹いてみます。ゆっくり動かせたいんじゃなくて、潜らせたくないからゆっくり吹いてみます。クランク早急に諦めました。ほんまあれやね、だいぶレンジが浅そうやね。この泡に騙されたあかんのかな押さった。おっしゃ、よっしゃ。初ストライクです。ファーストライク。おお、綺麗な。美しい。ほんまレインボー。ファーストフィッシュはピュア。ピュアの5グラム。よいしょ。スプーンで釣れました。ねえ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 、 GoPro 回ってる？お、すいませんファーストライクを GoPro で取り損ないました。またね、同じことやります。おいおい、太陽の方向に向かって投げる作戦、着水バイトがありましたね。これね、本当に魚の着き場をっていうか、まあまあ、同じ方向にずっと投げてるだけで、魚の回遊に当たるんかもしれんけども、突き場なりね、食うとこなりを見つける作業をまずせないかんねん、これ。どうも。5グラムが重すぎるのかもしれんね。もっと上ずってんのかもしれん、これ、ひょっとしたら。エッセンシアでいきます。うわー、帰ってきた。釣われてらっしゃい。お、当たった。ああ、レンジ上やね。あ、綺麗。すごい綺麗に見えます。ね。綺麗よね。このままでいきますね。もうちょっと大きい時にちゃんと見てもらうようにします。よいしょ。OK。エッセンシャル。エッセンシャル。なんか変な、変な、変な、変なやな、なんか。自分が変やわ。よし。見つけた。やった。ほら、ほら。これね、まあまあ今日まだ釣り始めて間もないんだけど、最初よう魚を掴みきらんかったんやけど、
まあレンジをつかめてなかったのが一番の原因で、そのレンジをつかむためにやってた作業の中で、これね、東側、太陽に向かって投げるっていうね、部分。それを、まあこのピカピカのワームちゃん、スプーンでやってみたら、今ハマってる。たまたまそこに群れがおるんかもしれやんねんけど、太陽の方向に向かって投げて巻いてたら、空気読んでよ。いきます。よっしゃ。レンジやね。おもろいな。グラック。ハメ太郎ですわ。入れ食いのハメ太郎ですわ、ほんま。わグラク。お、でかいでかい。もうでかい。マジで。これついた。つって、食って、食って。お願い食って。なんでもやりたいことができてますわ。エッセンシャルすごいわ。うわよっしゃ、あナイスサイズ、ほらほら50はないけどもって感じやけど、めっちゃめちゃきれい。あ、顔見て、顔すごいかつい。オスやワオス、かっちょいんちゃう。かっちょいい。ここね、通天閣、すごい鳥の声綺麗じゃない。ハミングバード通天閣っていうのは、この小鳥のさえずりを聞きながら気持ちよく釣りしましょうっていうね、オーナーのね、願いがこもった釣り場なんですよ。あ、外、よっしゃよっしゃ、ナイスナイスリリース。やっぱり日の差してる方向に投げるっていうのは、いいね。なんでかは知らんけど。ほら、よいしょ、おお、綺麗に外れた。気持ちいい。この竿もやばいやろ。いや、磯野くんはね、ちょっと天才やと思うわ。この竿をフィッシングショーで見たときに、ああ、めっちゃこれで釣りしたいと思ったからね。すごいかっこいいし、すごい好き。自分で全く関わってない。何の開発にも関わってへんけど、この竿で釣りしたいと思えた竿。ちょっと今跳ねたから、跳ねたあたり。はい、すみません。今投げたとこやん。移動してきました。とりあえずフランキングベイトからやってみましょう。よっしゃよっしゃ、おおおナイスフィッシュ、ええ当たり。うわあ、ナイスサイズ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 。おお、目がかりさん、どこにかかったの。あ、取れた。まあ、バラしたくないです。一匹をバラしましたわ。お、触った。よし、あ、お、クランク調子いいやん。おお、ナイスフィッシュ。移動してきてよかったね。探せたね、魚を。これがね、手漕ぎボートだけども船で釣りができる楽しさよね。イエーイ。何やったっけ、なんていうクランクだったっけ。シボ、シボクラ。
さあ、よっしゃ、おいぐい。おいしょ、イエーイ。あ、外れた。ナイス、虹ちゃん。よっしゃ、今つついて、やっとかかったな。イエーイ。おっ、うう、ありがとう。なんとかクランクです。慣れた。よし、なんか変えました。シボクラのこのやつ。この色が好き。おお、当たった。よっしゃ、よっしゃ。これ何やったっけ、なんとかクランク。あ、取れた。なんとかクランク。おお、はい、ありがとう。さてと、掘る。うおい、エニジマスや。うわー、入って、お願い。おー、ナイスサイズ、ウォッチ。あ、これ年越しちゃう、すごい綺麗で、ほらね、キンキンに色出とる。いや、おもろいね、ほんま。ちょっと場所にポイントによって全然釣れるルアーの特性が変わるね。この強い系、色も強いし、動きも強いし。きっとここはちょっと濁ってんやろうね。朝やっとったとこに比べて。再現性がないね。おお、あったわ。ないねって言い切る前に、ピヨった。通天閣でね、ナッツを超えたやつ。暴れ方がちゃうもんね。よいしょ。ピュア、3.5g。あ、さ、よっしゃ。これも年越えてるやつちゃうかな。めっちゃ引くもんね。ほら、ほら、いつまでもいける。ほんまに。あー、綺麗わ。ネイティブかっちゅうぐらい引くわ。よっしゃ。センキュー。ピュア、すげえな。あ、いいんちゃうか。ピュア 3.5 はまってるね。うわー、綺麗。すごい綺麗。うわー、ほら、これ年越えてるでしょ、きっとね。今年、あ、年越えたっていうか、夏を越えたやつ。越化したやつ。越化にじます。本当にその、缶釣り缶釣りしてへんとこが、ここの缶釣りの面白いとこやな。缶釣りは缶釣りでやっぱおもろいんだけどね。リザーバーを利用した、この通天閣ならではの楽しみ方。うわ、触った。お。あー、違うかな、違うかも。いいよ。うわー、危ない。この竿のエクストラベ、ベント。うふふふ。この竿、ええ竿やね。わー、ちょい、やばし。オスのでっかいの釣れたわ。まあまあでかい。うわー、この、花曲がりのダンディ。あ、
あれ、あれだ。かっちょいい。まあまあ、若干通天国ボール。ピア 3.5g。いや、手抜いて。やった。一括いね。50ないぐらいかな。一応上げておきます。フィッシュ、スーパースよっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。もう一回。これ、これが明確だ。明確ね。